動画投稿1週間、ベイブレードに関しては2週間空いてしまって申し訳ございません。スマッシュでございます。選挙活動かな？というわけで今回はこちら。シャドウアマテリアス 0X ダッシュを開けていこうかなと思います。やっと来たわ。いやいや、遅え。遅えんだって来るタイミングが。だって、もう15日だよ。もう15日だよ。もう次のコロコロ発売されてんだって。まあ多分ね、感想ぐらいで、まあ、とどまると思います。やっぱもう1ヶ月経ってるんで。皆さんもね、もう手に入ってると思われるのでね。もう結構薄めの感じでやっていこうかなと思います。じゃあね、本体の方見ていきましょう。はい。出てきました、出てきました。この中に説明書と、シールは、あ、ないね。シールはないです。で、ベイコード。そして、本体。まずは、ゼロディスク。まあ、これはね、もう皆さんご存知の、今もう、10が最重量か。重量のね、重いディスクに塗装されています。かっこいいな、紫ね。この闇テリオスがね、まあ、この時期、この夏、もう秋か。まあ夏に発売されたということで、多分こいつもこの時期だったんじゃないかなと思います。なんでこのシャドウオリハルコンにつけるとすっげー合う。あ、めっちゃ合うやん。お、めっちゃ合う。お、色合いすごい。お、めっちゃ合うやん。そういう関連で出してきたんかな。そしてドライバーの X ダッシュ、まあエクストリームですね。それにこの強化バネ、まあこれはね、前回のフォルネースのハンターダッシュでまあ、説明したんで、まあ、説明はいらないかなと思います。じゃあ、メインですよ、メイン。はいはいはい。レイヤーの、シャドウアマテリオスこと闇テリオス。いや、かっこいい。めっちゃかっこいいやん。待って、待って、ちょっと待って、待って、待って、待って。あ、なんかすごいね、この青の部分あるじゃん。めっちゃグラグラしてんだけど。気のせいかな。いや、めっちゃグラグラして、動いてるよね、これね。え、待って、待って、動いてんだけど、動いてんだけど。え、皆さん、ちょっとお手元にあったらちょっと、比べてみてください。この青の部分、動きますか？これはちょっと待て。おい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 。マジか。で、これらのパーツを組み合わせて、そうそう、ここが硬いから、ここが硬い。はい、硬い。これ以上、多分ドライバーを持つと動かない。ディスクを持って、はい、完成。闇ティリオス 0X ダッシュ。いや、めっちゃ硬いんやけど。同時期に発売されたこいつらで戦わせていこうかなと思います。おお、なんとも言えん、なんとも言えんわ、ガチで。ケチらせたよ、スタジアムがロンギヌスボー。待って、俺はバーストが見たいのよ。おー、なんだ、おー、なんだ今の。今のオーバーの仕方は、なんか、アキレスから行ったような感じだったんだけど。おお、なんだ今の。もう急に失速させたな、おい。よっしゃー、やっとまともなやつが見れた。